ダンさん、今日のセクション4、タイム&ナンバーを勉強します。タイム&ナンバー。タイムは何？時間。うん。いいですね。はい。ダンさん、何時に起きる？8時に起きるの、はい。ダンさんの旦那さんは何時に起きる？夫は8時も起きる。旦那さんも8時に起きるんだ。夫も8時に起きる。はい、夫も夫も8時に起きる。夫も8時に起きる。うん、OK。練習するよ。練習、プラクティス。夫。はい、そうです。夫。お、ショール、ポーズ、ロング、エンディ、ダブル T。夫。そうです。夫も8時に起きる。夫も8時に起きる。うん。ダンさん、朝の挨拶は何？挨拶は朝は挨拶はおはよう。そうです。おはよう。いいですね。はい。ダンさん、何時に学校に行く？何時に学校に行く？8時半。8時半に学校に行くの？8時半に学校行く。もう一度お願い。もう一度。8時半に学校行く。うん、8時半に学校に行く。学校に行く。OK。そうなんだ。あ、学校に行く時の挨拶は？挨拶は、行ってきます。そうです。そうです。行ってきます。行ってきます。I want you to make more pause. 行ってきます。行ってきます。いやいやいや、いいですよ。行ってきます。行ってきます。すごいいいね。はい。I think more you add a pause longer sounds more in Japanese thing. Japanese sound like 行ってきます。行ってきます。そうそうそう。コップ。コップ。うん。OK。コップ。はい。ダンさん、when you see someone in 学校、はい、はい、挨拶は何？学校、うん、anywhere、学校、スーパー、おはよう、こんにちは、こんばんは、いいですね。ダンさん、今、はい、うん。朝の11時です。挨拶は何？おはよう。いいです。うん。こんにちはも大丈夫。こんにちは。うん、朝の11時の挨拶。おはようか、こんにちは。はい、わからない。うん。さあ。
おはようは朝の挨拶だね。おはようは朝の挨拶。はい。はい。But you also can use こんにちは。For example,、はい、11時 is close to noon. はい、うん。こんにちはも大丈夫。こんにちは。うん、こんにちは。はい。はい、OK。じゃあ、ダンさん、学校にいます。You're in 学校。学校、はい、学校から帰ります。何時に帰る？5時半分に帰る。もう一度。帰る。5時半分に。OK。朝8時半に学校に行くんだよね。朝8時半に学校に行く。学校から何時に帰る？8時半に学校に行く。8時半に学校に行く。そう、5時半に帰る。はい。So, you don't need to put on any other than ni particle. You just add ni particle to describe time. はい。8時半に行く。8時半に行く。5時半に帰る。5時半に開ける。帰る。帰る、うん、はい、ダンさん、帰るときの挨拶は何？さよなら。いいですね。さよなら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 。はい。次。ダンさん。何時に晩ご飯を、夜ご飯を食べる？夜ご飯食べる、うん、うん、何時に食べる？7時に食べる。はい、夜ご飯を7時に食べる。夜ご飯を7時に食べる。いいね。うーん、夜ご飯を7時に食べる。夜ご飯を7時に食べる。ご飯7時に食べる。はい、ダンさん、食べるときの挨拶は何？いただきます。うん。食べるときの挨拶はいただきます。いただき。いただき、うん、ます。いただき。はい。So, いただきます is actually a verb from いただく。いただく。うんうん。So, いただく means receive. So, just a saying, I'm receiving with.Polite way, polite form. いただきます。いただきます。いただきます。うん、いただき。いただき。はい、そうです。So, you know, if you want to say polite, people add ます。So, ます is always same. You just focus. いただきます。いただきます。
そう、いただきます。OK。そう、いただきます。いただきます。食べるとき、いただきます。Then、それから Later、挨拶は何？いただきます。ごちそうさま。そうです。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。うん、ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。So, when you finish eating, you want to show your appreciation with, like, how you can show. The basic way American people would like as well is praising, by praising to show your appreciation. And how you can praise. Actually, you can call the meal as like a feat. As a, like, the biggest praise. That's all the reason we say ごちそう。This is これはごちそうでした。This is ごちそう。ごちそうさま。ごちそう。ごちそうさま。うん、ごちそうさま。ごちそうさま。はい。ごちそうさま。はい。ランさん。はい。何時に寝る？12時に寝る。寝るときの挨拶は何？おやすみ。うん、そうです。寝るときの挨拶はおやすみ。おやすみ、おやすみ。はい、じゃあ質問しましょう。質問して。あずみさん、はい、何時に、何時に、何時に寝る？何時に寝る？はい。何時に寝る？ I told you the last vowel go up。何時に寝る？何時に寝る？何時に寝る？いや、何時に寝る？何時に寝る？うん、そうそうそう。私は、11時半に寝る。11時。はい。11時半に寝る。うん。半に寝る。うん。ダンさんは？私は、12時に寝る。そうなんだ。うん。もう一度質問して。Same question. Same question? はい。あずみさん。はい。あずみさんは何時に寝るですか？ですか？ですか？Okay. This guy is very advanced for now. okay, but I want to tell you. 寝ます。寝る is like platform, playing. Uh-huh. And as you practice, いただきます。いただく。So the end word of playing form always う sound. いただく。寝る。いただく。寝る。いただく。寝る。Or 起きる。行く。会う。帰る。But if you want to make mass form, this form, mass form, actually mass form, then you're gonna make a E sound. 何時に寝ますか？何時に寝ますか？寝ます。Yeah. Because いただきます is E sound, right? いただきます E sound. So、寝る is also寝る actually no, just drop る 寝ますか？Okay. Actually, 頑張りました。今日はここまで。今日 that's it all for today. はい。
い。はーい。ありがとう。